緊張してきたよね。何か楽しいねえ。これあれかね、なんか水の出が弱いな。それ100年経ってるから。あ、でもトイレはすごく新しい、最新、100年前のものではないよ。これ100年前の。うん？そうだよ。なんか実家って感じだよ。ここなんか文豪感あるやつある。ちょっと旅のあれを読むかね。うん。何それ？みんな書くやつ。こういうのあるんだよ、旅館は。知らない。そうなの？知らない。書きなよ、みさの。思い出を書くの？そう。ここに泊まった人が書いてるってこと？ここで一句読みたいと思います。萩太郎。頭部が照らされ萩太郎。こいつのことや。あ、この人？萩太郎って言われてるよ。かわいちょう。主。これ旅行が好きで全国さまざまな旅館に泊まりましたが、おもてなしとても満足できました。だって。コンセント取り合いになるわけだ。たこ焼きのコンセント。はい。ネギがもうしなびちゃってる。いただきます。たこ焼きって美味しいよね。うん、美味しいよ。ひよこまんじゅうよね、うん、あの理屈は、うん、美味しいってこと、うん、味わってみてよろしいか。はい、どうぞ。映っとんな、映っとん。香りが濃いよ、すごい濃いな。酸っぱいね。確かに、うん、なんかみかんピールが入った感じするよね、みかんの、うんうん、でも酸っぱいけど、そのレモンとかそういう柑橘系の酸っぱさではないね。カカオの果物としての酸っぱさって感じ。うん、さらにずっしりくる感じのチョコですね、うん、そんなさ、バクバクさ、そうそうそう、なんかアルフォートみたいに食べるもんじゃないよね。うん、コーヒーの味がする。美味しい。もう一個食べていいかな。それもいくらでも食べ、多分俺はもう一個あるから割ってあげようか。うん、大きい方いく、うん、これ長いの行く、うん、ちっちゃいのでいいや。でも一個一個は長いの行かなかった。一個一個はね。こちら大山地鶏の生姜鍋になりますね、うん、はい、お蕎麦でございます。お出汁かかっておりますので、はい、そのままで召し上がってください。でお鍋つけさせていただいていいですか。はい、はい、じゃないよ、もう一回してる。あ、そうなん。あ、これは茶碗蒸しです。これが美味しい。それから行く。何？なんで？ダメ？いや、意外。それから行く。これも美味しそうだな。お魚、お魚は間違いなく美味しい。ですか？これが美味しいって今言ったやつだね。わさびね。そうだったもんね、うん、でもこういうとこじゃないと、自分であんま作る料理じゃないからね。できてるかな、うん。魚確認。あ、でもめっちゃ入ってるね、大きいのが貝に対して。おはようございます。
チェックアウトお願いします。おはようございます。お世話になりました。ありがとうございます。まだ時間あるの？なんかそれ落とすの？メッシュ。ピンクやったらあげるけど、それ以外やったらあげてる。あ、嘘。ピンクや。いや、ほんまや。